まだ求めて恋をしてるそんなんじゃないけど、指先触れる喜びを知り、つながってる事実が欲しい。不安のようでそうでもない、嬉しいようで悲しくて、離れてみればまた恋しく、一人よりも切なくて、ただ二人確かめ合うようにキスしたり、お互いの存在を刻み合うたびに、どうしようもないつながりになりたくて泣いたりしてる君を強くずっと抱きしめていたい。歌詞はここまでです。今日はその続き の感想の部分をお届けしました。ちょっと不安定な、メロディーをわざとぶつけています。次もちょっとマイナーで重め、沈んだりまた深くなるけど、少しだけこう浮き沈みがあるのを分かりますかね、音の。その心の何だろう、揺らぎを感想で表現したくて、このような、コードをぶつけてみました。まあなかなか普段みんなが使わないような、一般的には使わないようなコードですね。俺このコードなんだか知らないんだよね。よく最近使うんですけどね。でもすごくなんか緊張感がある音で、すごく好きな、コードです。何かね、それぞれのイメージ浮かんでくれれば、嬉しいです。毎日お届けしております。今日もねやってます。あともうちょっとでこの曲も完成します。次の曲もね、作っていこうと思っています。いろんなことをね今同時進行に進んでおりますので、まあいろいろ毎日バタバタしておりますが、とにかくライブでたくさんの人に出会えて、一緒に楽しんでくれたら本当本当に嬉しいです。本当それがねもう唯一の救いライブでみんなに会えること、まあツイキャスでもそうだけど、たくさんの言葉をもらってね楽しめることが本当に本当に嬉しくてやってます。ぜひ会場にね遊びにいらしてください。友達誘ってきてね、 CD もゲットしてね、ぜひ会場でお会いしましょう。お会いできることを楽しみにしております。小山仁一でした。